そんな感じで本編終わりましたんで、まあここからは本当に本当にどうでもいい話をします。もうあの CD は完全にタンスの肥やしになっていて、まあもっぱら音楽は Apple Music、まあ、Spotify みたいなストリーミングサービス、まああとはあの YouTube で検索してっていう聞き方がほとんどだったんですけども、まあ ABCD ストアーズさんで、EPMD の、レコジャケを見て、まあ久しぶりに熱くなって、まあ CD の棚を開けて、まあ何枚かヒップホップの CD を引っ張り出してみました。まあ90年代中盤で、私のヒップホップは止まったままという感じで、ABCD ストアーズさんのレコジャケにあった、ランページは EPMD のこのアルバムに、入ってます、ね。まあ、あのまずは、80年代後半、まあ、この辺の、キャレスワンブギーダウンプロダクションズとか、まあ、LL クール J とかこうビッグダディケインYeah, I mean, I'm pretty sure some of y'all off. Some of y'all might be lunch break. I don't want to mess it up, you know. So I think we should keep the party going, man. You count it off.Stepping to me, they wanna get some. I'm the king, so yo, you know the outcome.まあ、この辺のオーディオ2の、トクビリンとかも死ぬほど、来ましたよね。まあ、青春ど真ん中。まあ、この辺、まあ、あとあのビースティのファーストとかね、ランディ MC とかパブリックエネミーのファーストとかで、まあ、ヒップホップにのめり込んで、まあ、その後はこの辺の、まあ、例えばジャングルブラザーズとか、デラソウル、まあ、トライブコールドクエストという、まあ、いわゆるネイティブターンにハマって、まあ、ラティファとかモニーラブとかもそうですよね。で、まあ、あのその他だと例えばかっこよすぎるよね、エリック・ビー&ラッキーとか、まあ、ギャングスター、あとなぜか過小評価でもっと評価されていいダイヤモンドビートですね、まあ、ブラックシーとか、まあ、奥にあるブラックムーンとかメインソースとか、まあ、ビートナッツとかもよく聞いてました。まあもちろん西海岸ものも、聞いてまして、例えばこの辺のドクター・ドレのクロニックなんかはもうあのクラシックなアルバムだと思いますし、これむちゃむちゃ聞いたね、サイプレスヒルのファーストもむちゃくちゃ好きで、聞きまくってました。まあ、話東海岸に戻すと、まあ、この辺のクラシックアルバム、まあ、例えばナスのファーストとか、モブディープ、まあ、この辺になるとあのウータンとかも出てきててめっちゃかっこいいんですけど、まあ、極めつけがこのビギーの、ファーストかな。まあ、これが私の最後のヒップホップ、まあ、ビギーが殺されて私のヒップホップも終わったという感じですよね。まあ、もしこの辺の、オールドスクールで、胸が熱くなるよっていう方がいらっしゃったらコメントください。まあ、もちろんあの並行してレゲエも聞いてましたが、この後ぐっとレゲエに傾いていったっていう感じですかね。はい、この辺がレゲエ CD のエリア。まあ、レゲエは70年代ぐらいが好みは好みなんですけど、まあでも他にも90年代の、ダンスホールとかも結構好んで、聞きます。ね、この辺全部レゲエで、でこれ実はあの奥にもずらーっと入ってて、ね、もう奥なんてもうこれ見えないんですけど、これ偉いもんでですね、どこに何が入ってるかって何年経っても結構覚えてるんですよね。
何か言われたらパッと出せます。奥からでも。ワインのバビロン。はい、そんな感じ。ありがとうございました。さよなら。I know I can be more unplugged from the matrix that keeps on controlling my brain. All of the same said, guess I'm aimless, but I'm shooting out what I see. Till I'm brain dead, you're my favorite. Sincerely, you're all that I need.